私は岡山県瀬戸内市奥町蒸し上げいうとこの村の出身です。うちは農業をやってました。私たちの食の安全保障を守っているのは光の当たりづらい中山間地域です。食料を支えている人たちの意見ももっと光を当てていかなくてはいけない。小野田日比さん、法務大臣政務官の時には、一人親世帯の子どもたちに養育費がなかなか届かない、自治体によるサポートのモデル事業を実現した。地域に光を当てる、日本を前に進める力を小野田君に与えていただきますよ。よろしくお願いします。